次に浜田聡君の質疑を行います。浜田聡君。NHK 党浜田聡でございます。本日予算委員会最後の質疑させていただきます。少数会派ながら、この予算委員会で質疑の機会をいただきました。自民党をはじめとする他会派の皆様からは、質疑時間のご配慮などいただきまして感謝申し上げます。皆様、今国会もよろしくお願いいたします。今回 NHK による郵便法違反をメインテーマとして扱います。そこに入る前に、午前中に維新の会の特対のご指摘が恐縮ですが、現在インドで行われております G20 外相会合に林大臣が欠席し、本予算委員会に出席していることについて総理に伺います。私は林外務大臣は G20 に出席すべきと考えます。林外務大臣の G20 欠席に対する総理の考えを伺います。岸田内閣総理大臣。G20 外相会合については林外務大臣が出席する可能性を追求いたしましたが、同会合や国会を含む国内での公務の日程内容等を総合的に勘案し、最終的に政府外務省として山田賢治外務副大臣を出席するを派遣する、こうしたことが適切であると判断をいたしました。いずれにせよ G7 外相会合の場において、 G7 議長国である我が国として主張すべき主張、我が国の立場、これを発信してまいりたいと考えています。浜田聡君。はい、この件につきましては林大臣が出席すべきだという旨の数多くの批判がされているように思いますし、私も同意見でございます。外務大臣の第一の仕事は外交であり、今の国際情勢を考えれば外務大臣はもっと海外に飛び回ってもいくらいで、 G7 議長国であればなおさらです。いろいろと言い訳があろうと思いますが、大臣の国際会議だから行くんだという強い意思表示をされて実行される方が外務大臣であるべきという要望をさせていただきます。では今回の本題です。昨年末に発覚した NHK による郵便法違反を扱います。NHK の郵便法違反とは、簡単に申し上げます。NHK は昨年度までの6年余りの間に外部の事業者に委託して送達した受信契約の案内文書が信書に該当し、郵便法4条に違反するというものです。これは総数で2000万通を超えるという大規模なものとなっております。なお、信書に関する説明は、時間の都合上省略させていただきます。この郵便法4条というものは、認められた会社以外が郵便の業務を行うことを認めない、つまり郵便業務の独占を定めたものになります。今回の NHK の郵便法違反とは、現在日本郵便のみに認められている信書の送達を外部の事業者に委託して行うというものであり、日本郵便、グループ会社としては日本郵政に被害をもたらしたといえます。この郵便法4条に違反した場合、郵便法第76条で3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処するとされており、罪は重いと考えます。私は昨年12月、NHK による郵便法違反の可能性について総務委員会で指摘させていただきました。当初は総務省否定的でしたが、後に NHK の郵便法違反を総務省が認めて今回周知されるに至りました。今回の NHK の郵便法違反は犯罪としてそれなりの重い罪であり、NHK がそれ相応の周知を受けるかと思っていたわけですが、その後の経過を見ていると、NHK の対応も政府の NHK への対応も全く生ぬるいものであることに失望しております。我々なりにいろいろと動いてきたことも後ほど報告させていただきますし、この予算委員会でも今後の総務委員会でも、その追及をしていきたいと思いますが、残念ながらこの郵便法違反に対する NHK や政府にしっかりと、対応いただくことは現時点では難しいと考えております。あくまで現時点です。郵便業務の独占を違反した NHK ですが、この違反に関して重い罰則があるにもかかわらず、政府がそれ相応の対応をしないのであれば、この法令の意義はないと考えます。つまり郵便業務の独占は不要ということです。であれば、ヤマト運輸など参入意欲のある企業が新書便に参入できるよう規制緩和すべきではないかと考えます。そこでまず総務大臣にお伺いします。一般新書便の参入には現在かなり厳しい規制が設けられております。特に全国にポスト10万本設置が必要というのは非常に厳しく、事実上の新規参入を排除するものであると認識しております。ヤマト運輸と参入意欲のある企業が一般新書便に参入できるよう規制緩和すべきという意見に関するご見解を総務大臣にお伺いします。松本総務大臣。浜田先生からのご質問にお答えしたいと思います。今お話がありました一般新書郵便事業は、封書やはがきのような軽量かつ小型の新書便全国実質の条件で引き受け配達するサービスでございまして、一般新書郵便事業への新規参入については許可制が取られており、新書便法第9条及び第16条において要件を定めているところでございます。これらは封書やはがき等についてあまねく全国で一定のサービス水準を確保するための要件であると考えており、現時点でこれを変更することはないと考えております。浜田聡君。はい、今回の NHK による郵便法違反は現時点で判明しているもので2400万通を超えるものです。NHK 以外にこれ以上の規模での違反はまず不可能です。その NHK をおとがめなしというのですが、今回違反した郵便法の規定は意味がありません。ぜひとも多くの国民に今回の郵便法違反に対する NHK や政府の生ぬるい対応を知っていただき、その国民の怒りを推進力として今後国民にとって意義のある規制緩和を進むことを願います。緩和の一つの提案を申し上げます。全国のポスト10万本設置が必要という条件は大変厳しいです。一方で全国に拠点があるものとしてコンビニエンスストアがあります。5万を超える店舗が全国にあります。コンビニなどで提携することなどにすればですね、ポストの代わりは可能だと思いますし、この機会多くの国民に考えていただきたいと思います。さて話を戻しまして、今回の NHK の郵便法違反に関して NHK や政府に順次お聞きしていきたいと思います。今回の委員会では昨年 NHK 会長に就任された稲葉会長にご報告いただきました。ありがとうございます。稲葉会長、今後ともよろしくお願いいたします。就任してまださほど時間も経っていないところで大変だとは思いますが、NHK が犯罪をしていたことについては会長にしっかりとご対応いただきたいと思います。まず2点お伺いします。今回の NHK の郵便法違反によって得た NHK の利益はどれぐらいなのでしょうかということ。もう1点、その利益をどうするかということです。郵便法第76条には、事業の独占を乱す罪として罰則が規定されているわけですが、その記載の中に得た利益は没収と第76条2項に規定されています。であれば今回の違反によって得た利益をですね、国庫返納などすべきと考えますが、そのつもりはあるのでしょうか。稲葉信夫日本放送協会会長。お答えいたします。まず最初にいわゆる業者を使って、郵送するという、ポスティングと NHK では言ってございますが、実はこれを始めるにあたりまして、総務省のガイドラインなどをよく見て、あるいはそれに精通している弁護士の意見などを聞きまして、相談しながらコンプライアンスに留意しつつ進めてきたわけでございますが、このほど郵政省の方から郵便法に抵触するとの行政、指導を受けたわけでございまして、この点は本当に深くお詫び申し上げたいというふうに思います。その上で今のご質問でございますが、いわゆる郵送した場合と、それからこの業者を使って、送った場合の差額がいわばその利益に当たるのではないか、その金額はどのぐらいと理解しているか、こういうお問い合わせでございます。NHK では2015年から契約が確認できない家屋に対してポスティングというものを始めました。で当時はその宛名がなければ郵便は送れないという状況でございましたので、郵便で投函した場合とポスティングで投函した場合の差額を出すということがそもそも難しいということでございます。それから、実は最近になりまして2021年6月からは特別宛書配達郵便というのが始まりまして、これは氏名がなくてもお届けすることができるという制度でございます。でこれにつきましてはですね、ポスティングの代わりという形で出すこともできるわけです。
定ですけれども、制度が始まって以来あの時間がそんなに経ってないということで、あのその狙いあるいは効果はっきりしませんものですから、単純にそのコストを比較してその差額を算出するというのはなかなか難しいんではないかというふうに思ってございます。ということで、そのいずれにしても NHK としてはその利益を得たというふうには考えてございませんので、この辺 の数字をどう考えるかというお答えにはその期待させていただきたいというふうに思います。浜田聡君、はい、あの国返納する意思がないと、まあ、感じました。まあ、その対応でいいのかどうか多くの国民の皆様に判断していただきたいと思います。引き続き会長に伺います。今月24日 NHK の把握漏れにより新たに約309万通の郵便法違反が発覚したと総務省が発表しました。まあ、昨年2070万通の違反が発表されたわけですが、今回さらに309万通の違反が出てきたということです。私はですね、今後さらに NHK の新たな郵便法違反が発覚する可能性を考慮しています。会長としては新たな郵便法違反がないと言えますでしょうか。この際会長として NHK の郵便法違反に関して積極的に調査すべきと考えますが、ご見解をお伺いします。稲葉信夫日本放送協会会長。まず最初にあのお答えいたしたいと思います。申し訳ございません。先ほどの答弁に、誤りがあったということでございます。先ほどの答弁で本来総務省と申すべきところ、まあ、私慣れてないのでしょうか、郵政省というふうに間違って申し上げました。お詫びして訂正させていただきたいというふうに思います。で、ご質問のところでございますけれども、ご指摘の通り、郵便法に違反するとして行政指導を受けた事案につきまして、対象となる投函数に報告漏れがございまして、先月2月、総務省より再発防止策の報告を求める、2度目の行政指導を受けました。今回の報告漏れは NHK が自主的に行った再調査によって判明したものでございまして、再調査ではポスティング政策すべての支払い記録をもう一度確認いたしました。このため現時点でさらにもう一度調査する必要はないのではないかというふうに判断してございます。で、今後については仮にポスティング政策を再開するということになりましても、総務省にご相談して文書の内容等を確認するほか、業務記録を適切に保存管理する体制を構築するということなど、今後このような事態が二度と起きないように徹底してまいる、そういう方針でございます。浜田聡君、引き続き会長にお伺いします。今回の NHK の郵便法違反ですね、 NHK 社内における首謀者、つまりですね、指示計画した人は誰なのでしょうか。稲葉信夫日本放送協会会長。このポスティングにかかる局の施策でございますが、薬局としてこうやってきてございます。総務省のガイドラインなどをよくチェックして、で弁護士などと相談しながらコンプライアンスに留意して、局としてオペレーションを実施してきたということでございます。その担当局は当時の営業局、現在の視聴者局でございます。浜田聡君、はい、その対応でいいのかどうかですね、国民の皆様に判断していただきたいと思います。私は少なくともですね、まあ、誰がやったのか、まあ、個人名を出してですね、しっかりと罪を償うべきだと考えます。今回 NHK は大きな犯罪をしたにもかかわらず、その後の対応がしっかりとされているとは言い難い状況です。今後の対応がしっかりとなされないのであれば、我々が日頃推進している NHK 受信料不払い者を増やすことの後押しになることを指摘させていただきます。次に日本郵政の筆頭株主である財務大臣にございます。今回 NHK の郵便法違反によって日本郵政株式会社は NHK に対し民法709条で規定されている不法行為に基づく損害賠償請求債権を有していると考えます。その金額は時効考慮しなければ10億円にも上ると思います。日本郵政は現時点において NHK に対する損害賠償請求権を行使していないと認識をしております。筆頭株主がプロで行動の一つとして日本郵政株式会社の取締役等に対し会社法423条847条を根拠として会社株主代表訴訟を提起することが考えられます。そこで日本郵政の筆頭株主である財務大臣にお聞きします。日本郵政株式会社の取締役らに対して株主代表訴訟を提起するつもりはありますでしょうか。鈴木財務大臣。本件につきましては、ご指摘のような法律関係等が存在するかどうかも含めまして、日本郵政グループ等において判断が示されているわけではないことから、株主である財務大臣として何か申し上げることは差し控えさせていただきたいと思います。浜田聡君。その答弁でいいのかどうか、日本郵政株主その他国民の皆様に判断していただきたいと思います。次に今回の NHK 郵便法違反に対して政府の動きが鈍いことに痺れを切らして我々が動いてきたことも紹介させていただきます。昨年の12月21日我が党の立花隆党首と私浜田聡でこの NHK の郵便法違反について刑事告発を行いました。告発状は受理されたものの、残念ながら2月21日に不起訴処分という結果が返ってきました。今回の配布資料に資料を準備させていただきました。今回に関して法務大臣に伺います。まとめて2点伺います。1点は調査機関の問題です。大規模な犯罪に関わらず告発状が受理されてから2ヶ月足らずで不起訴の結果となりました。結果を出すまでに少し早いように思うわけですが、調査をしっかりされたのでしょうか。2点目、我々による刑事告発での告発状の不備改善点などあれば可能な範囲でいいですので教えていただきたいと思います。松下弘子法務省刑事局長。お答えいたします。お尋ねは個別事件における捜査が具体的な内容に関わることでございまして、お答えは差し控えさせていただきたいと存じますが、あくまでも一般論として申し上げれば、検察当局においては法と証拠に基づきまして適切に対処しているものと承知しています。浜田聡君、はい、我々も NHK のことを肩が掲げて選挙に立たせていただいておりますので、政府任せの他力本願のみではなく自主的に動いているということもこの機会にご周知させていただきたいと思います。残念ながら不起訴処分となったわけですが、今後この件については検察審査会でご審査いただく予定です。今回の NHK の郵便法違反への政府の対応について国民がどのように考えているのか、特に法務検察におかれましてはご留意いただきたいと思います。次に総務大臣にお伺いします。今回の NHK による郵便法第4条違反は同法76条により3年以下の懲役または360万円以下の罰金という罰則があります。私はかなり重い罪だと認識しておりますが、総務省は行政指導だけで済ませていいのでしょうか。ご答弁お願いします。松本総務大臣。もうすでに浜田にご承知の通り、ご指摘の郵便法違反について NHK に対しましては、総務省として12月14日、本年2月、昨年12月14日、本年2月15日に行政指導を行っているところでございます。また本年2月8日に NHK の令和5年度収集算等に付する総務大臣の意見として、未契約者等の対策として作成相談している文書の内容、相談方法について郵便法等の法令遵守を徹底することを求めているところでございまして、私もとしてはやるべきことを適切に行わせていただいているというふうに考えております。浜田聡君。行政指導だけでいいのか国民の皆様に判断していただきたいと思います。次、総務省の参考人の方々にお伺いしていきたいと思います。我が会派 NHK 党にはですね、現在2人の参議院議員おりまして、1人は私、もう1人が国会欠席を続けて世間を探しておりますガーシー議員でございます。国会欠席についてさまざまなご批判があることは承知しておりますが、ガーシー議員は国会外から国会議員として活動するという公約に従って、その活動の一つとして今国会からガーシー議員質問収集を積極的に提出するようにしました。この質問収集というのは文書として内閣に質問できるというものでございます。今回その質問収集の一つを取り上げさせていただきます。ガーシー議員が今国会において提出した日本放送協会の郵便法違反に関する質問収集というものがあります。内容かいつまんで言うと、NHK は郵便法4条と違反という重い罰則がある罪を犯したにもかかわらず、軽微な行政指導にとどめているが、それではおかしい。政府は刑事告発すべきというものでございます。これに対する答弁書には政府が範囲がないから告発しないという旨が書かれておりました。今回使われたこの範囲という言葉ですが、私の周囲の弁護士によると法律用語としては一般的ではないとのことでした。そこで伺います。範囲という言葉を使った意図は何でしょうか。よろしくお願いします。
総務省、藤野勝情報流通行政局郵政行政部長。お答えいたします。ご指摘いただきましたように、ガーシー議員提出の質問収書に対する答弁書では、協会において当該文書が信書に該当すると事実を知りながら、同条違反の範囲により信書の送達を委託したと認められるまでは判断していないとしているところでございます。この当条違反の範囲と述べたわけでございますけれども、NHK において郵便法第4条の規定に違反する認識があって信書の送達を委託したと総務省において現時点で認めていないと、犯罪があったと使用に立っていないということでございます。浜田聡君、はい、引き続き総務省に聞きます。どのような調査をして NHK に範囲がないと判断したのでしょうか。藤野勝総務省情報流通行政局郵政行政部長。お答えいたします。今般の NHK に対する調査でございますけれども、過去に NHK が契約干渉活動に関して送達を委託した文書の内容や通数について NHK に提出を求めて行っているのでございます。その上で提出のあった文書について信書に該当するか否かの判断をしたのでございます。この中において現時点までに NHK において郵便法第4条の規定に関する認識があって信書の送達を委託したと総務省において認めるに至っていないということでございます。浜田聡君、はい、時間が来たので、最後まとめます。今回の NHK の郵便法違反非常に重いものです。冒頭にも申し上げましたが、 NHK の対処がこのまま生ぬるいならこの郵便法による規定は意味がありません。そうであれば規制緩和を進めるべきです。もちろん今後もですね、郵便法違反の追及は粘り強く取り組んでいくことを期待申し上げて質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。以上で浜田聡君の質疑は終了いたしました。これにて基本的質疑は終了いたしました。即興止めてください。